こんにちは、ダイスです。今回は久しぶりにフレンチトーストを作ろうと思います。今ちょうど昼時でお腹ペコペコなので、ささっと作れるものはと思ってフレンチトーストにしました。では材料を用意して作っていきたいと思います。用意した材料はこちらです。食パンが1枚、牛乳が 50cc、 卵が1個、バターが 10g、 お砂糖は後で測りますが大さじ1使います。材料以外で使うのは、卵液を作るときにバットを、そして浸すときもこのまま使います。大きめのタッパーを使ってます。他にはかき混ぜるときに泡立て器、そして焼くときにはトングを使っていきます。全部フライパンでできるので、今回はフライパンだけ使います。それでは卵液を作っていこうと思います。卵割ります。はっ、危ない割れちゃった。で、牛乳を入れます。お砂糖は大さじ1です。はい、できました。つけていきます。ちょっと置いて染み込ませます。どうかな、今こんな感じです。あ、結構入りました。残ってるのも入れていきます。もったいないなっていう時はスプーンとかで上からかけると早かったりします。もうちょっとですね。このまましばらく待ちます。だいぶ入りました。これで卵液は入れ終わったので、焼く準備をしていきようと思います。フライパンに火を入れます。よし、中火ぐらいかな。そしたらバター溶かします。夏場とかバニラアイス添えても美味しいんですけど、今日はちょうどいただき物の蜂蜜があるので、それをかけて食べようかなって思います。バターも溶けたので入れていきます。入れる時に押さえすぎると液出てきちゃうから気をつけます。はい、よいしょ。残りもちょっと乗せましょう。はい、こんな感じで半分だけ上に乗せて焼いて、裏返した時に残ってる卵液も使ってやっていこうと思います。いいかな、なんか良さそうな気がします。まだ柔らかいからもう一回裏返した方がいいかもですね。でも焼き目は良い感じです。じゃあ残りの卵液も入れちゃいます。はい、これで OK。 塩全体、いい匂いがしてきました。
あ、いいかも。焼き目もついてるので、もう一回裏返します。はい、裏面こんな感じです。表側最後に入れた卵液があるので、もうちょっとやっていきます。やっぱりふわふわだから型崩れしちゃいますね。もういい感じ。これで完成です。ではお皿に持っていきます。加熱を止めました。はい、完成です。はい、準備ができました。なんか上手にできた気がします。この時期だと蜂蜜固まっちゃうので、ちょっと置いといて溶けるまで待ってました。その間にコーヒーも入れちゃいました。ではいただきます。ちょっとね、入れたてが飲みたい。あ、美味しい。すごい久しぶりだ。よし、いただきます。あ、いい感じに、うん、いい感じに切れるし、いい具合に入ってますね、卵液。よかったです。うん、うん、蜂蜜おいしい。硬さもちょうどよかったかも。美味しい。うん、さっきね、うちのにゃんこさんのお昼ご飯を持ってって終わったんですけど、ちょっとお昼寝して今起きちゃったんで気になってるみたい。うん、美味しい。もう一枚作ればよかったかもしれない。美味しいな、この組み合わせが好きかも。普通になんかバターとかでフレンチトースト食べるときは、牛乳もフレンチトーストにも使うので、カフェオレとかにしたりすることもあるんですけど、蜂蜜だとブラックがいいかも。うん、
あ、最後になっちゃった。あ、美味しい。あ、久しぶりだったけど美味しかったです。ごちそうさまでした。で、今回本当久しぶりにフレンチトースト作ったんですけど、はちみつブラックの決め合わせちょっとハマってしまったので、しばらくはこれ続けようかなって思います。プレーンもね、もちろん好きなんですけど、その時はカフェオレ作ろうかなって思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってます。概要欄の URL かダイスチャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!